株式会社岡野は創業120年の歴史を持つ博多織のメーカーです。六本木や銀座に高価格帯の着物ブランド岡野を展開し、商品の製造から小売までを一社で完結する着物業界で唯一の SPA 企業です。そんな同社ですが、5代目の現社長が後を継いだ頃には縮小し続けるマーケットで下請け体質にあえぐ13年連続の赤字企業だったといいます。そもそもうちは博多織伝統工芸品の、まあ、織元っていって、まあ、一番川上にあたるところにあるんですね、はい、規模的には今は、まあ、今4億円少しぐらいの規模感になります。そもそもは我々の立場っていうのは、はい、物を作って地元の問屋さんに卸す、そこまでが我々の、まあ、仕事だったんですね。メーカーだけっていうことですか。そうですメーカー機能だけですよね。でしかも、まあ、メーカーっていうと聞こえはいいんですけど、はい、基本的には下請けですよね。我々 その伝統工芸の世界では作ってるとか下請けになるんですよね。そうなんですね。で問屋さんっていうところがメーカー機能になるわけですよね。そうなんですよ。だからちょっと OEM というような形ですか。そうです、 OEM です。 OEM です。だから自分たちのブランドはなくて、はい、問屋さんから発注があった指示内容に基づいて作るだけで、我々のブランドネームとか一切